皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。今日は、阿蘇登山道の赤水線が復活したってことで、そのまま、阿蘇山の方に登ってみようと思います。今ちょうど米塚のふもとの、駐車場のとこから、撮影してます。では阿蘇山に向けて出発。おお、草千里ですね。わお、うまうまうますげえ。すごいすごい、火山灰がすごい。あ、ヘリに乗れるのかな。なんか乗れるっぽいね。ということで、ロープウェイが乗れない分がバスみたいですよ。まずは券を買いに行きましょう。今、バスに乗って行こうかと思ったんですけど、券を買おうと思いましたら係の人から、直接行かれてもいいですよみたいな感じの話を受けまして、あれ？どっち？こっちじゃないと？こっちだよね。ね。ということで、今から自分の車で行ってみたいと思います。あれですね、地元に住んでた。はい、今車に戻ってきたんですけど、多分撮影した分はほとんど声が聞こえないと思います。風がなかなか強かったので、結構このくらいで喋ってはいたんですけど、全然多分聞こえません。なので、風が強かったんだなと風が強かったんだなと思って、見てください。
はい、じゃあ加工見学も終わったので、帰りにですね、ちょっとお土産のところで、もうちょっと危ないんですけど、火山灰でも入れてるなんかソフトクリームらしいです。やべ、まあでもどうなんですかね、見た目の色とかそういうのが火山灰が入ってますよって言ってる割にはそんなに気にはならないですね。あ、美味しいですよ。で、あとお土産ちょっと買ったので、こちらくまモンの、人形なんですけど、こちらが阿蘇山の火山灰を使って作ったってやつらしいです。で、それで和が入ってなってるんです。こちらを買いました。一応本物っていうか置いてあるやつ触ったんですけど、あんまり分かんなかったですね、その火山灰で作ったって言われても。まあそういうことでこれも持って帰ります。では今回はここまでです。それでは